下克上球児第6話感想動画でございます。はい、今夜はすき焼きやで打ったからね、根室打ったねいや勝ったね1回戦、いやすごいおめでとうございます。南雲がいないから今回も1回戦敗退なのかと思ってたのよ、うん、俺もそう思ってた。うん、でやっぱり南雲が必要だみたいになるのかと思ったら、南雲がねこっそり見に来てて、うん、徐々に徐々に我慢できなくなってスタンドインみたいな最初はねちょっとこう階段のとこでこうチラ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 頑張れ頑張れみたいな感じだったけど、ね、試合に熱が入っていくにつれもう最後スタンドインしちゃったもんねスタンドインはしてないよ南雲はちゃんとバックネット裏で見てたから。で生徒たちもね南雲に途中で気づいて、そこからこうちょっとこう余計に火がついて根室のスリーランですよ。はい、根室覚醒会でしたね。覚醒してたね。なんかさ、ちょっとこう根室にこう翔くんに勝ちたいっていうこう気持ち芽生えてきてない？そうそう、なんかエースナンバーが欲しいみたいなさ。そう、エースナンバーへの憧れみたいな。うんうん。憧れコンタクトしちゃってさ。いいじゃん別に。あれはメガネ邪魔だからっていうことで。男前なんだよメガネ取ったら余計に。何がいいってまたさオーバースローになったじゃん。いやそこはだから俺はちょっとね、いやいやいやって思ったよ。やっぱりその高校野球はサイドスローいた方がいいから。いやそうだけど、でも2番手はきっかけがさ、ヤクルトの高津がかっこいいからっていうさ。いやそこは斉藤正樹であってほしかったけどね。いいよ別に。俺としてはもっと巨人の。いいよヤクルト、ヤクルトの方で。でオーバースローにしたら何？ちょっといい感じじゃない？速球も力強く。そうそう、球威もあってね。これだから今後翔くんとのエース争いあるでしょ。あるね。気まずくなるのかな一回。一回気まずくなるけど、やっぱりこう認め合って高め合っていく仲みたいになるんでしょ。うんうんうん、うん。その大谷と藤浪みたいに。そうだね。なっていくんでしょこれ。そうだね。もしか翔くんが今度サイドスローになるかもしれない。いやならないならない、壊しちゃうからフォーム。翔くんがある日突然メガネかけてきてサイドスローになるっていう。いやいや、そこの役誰やるかじゃないのよそれは。別にいいの、おのおのメガネいなくていいんだから。いやメガネとサイドスローは一人必要でしょ野球部には。いやいいキャラだったけどな。ね、そうなんだよ。キャラクターとしてねもったいないなとは思うけど。うん。今回のね、いすず高校、相手のCのだっけ？ゲスかったな、あいつ。もう最低よわ。だいぶゲスかったな、山積に対してのあれ。ちょっとあれなんでしょ？なんかほら、山積が高校時代、生徒に手出したっていうのを、自分の気持ちに気づいてもらえなくて、悔しいからみたいな感じなんでしょ？っていうことだったの？あれ、なんかその、いや、俺も頑張ってんのに頑張ってるって言うな、みたいな、イラつきじゃなかった、あれ。なんか、病気的な。まあ、その、恋心もあったのかな？腕掴んだりとかしてさ。ちょ家庭用的なあったね。あったでしょ。あったあった。うん。で何そのシードの球種の癖、あんなの気づくだろ普通チーム内で。グラブが高い時はまっすぐで低い時は変化球みたいな、あれに気づけないいすず高校の監督も大概だけどね。まあね。いやあんな分かりやすい癖。だからね11番なのよ。3番手でしょ要は。背番号で言うと大体そうじゃん、1がエースナンバーで10が2番手とかじゃない。ああそうね、3が3番手みたいな。確かにひどかったな、もう最後の挨拶の時とかも。あいつ C の、そうそう最悪だよあれ。やめちまえ、あんなやつ野球。ヒット打った後ベースの上でも首切ってたでしょ。ああんなあかん、あんな高野連に怒られてください。あんなの怒られるし、あんなジェスチャーするやつメジャー行ったら即殺されちゃうからね。いやそうそう、アメリカ人にあんなことやったらじゃメジャー行けないです、その前にそんぐらいの選手ではないですから。まあまあだから勝ってでこれでまあ南雲が戻るとかなっていくけどもさ、うん、犬塚のおじいの目は大丈夫なのか。ああそうです。何あれは、ラストシーンなんか失明の危機みたいな、手術しないと目が見えなくなるみたいな感じだったよね。そうなんじゃない、だからあれじゃない、白内障とかそういう感じなんじゃない、都市的にも。白内障ってそんなあれなのかな、悪くなると失明の危機みたいになるぐらいの感じなのかね。あんじゃない、放置すると。あそうなのじゃない、結局は。でも分かんないよ、二重整形かもよ。違う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 なんで惜しい、あの年でさちょっとプチ整形したの。二重手術しようと思ったけど、そのスケジュールが構成と被ってたっていう。何ダウンタイムがそうやめてくれよ、ずらしゃいいだけじゃん時期よ、女も
一応早く手術しないと目見えなくなっちゃうとかそういうことんじゃないの。だけど高専近いからこの夏だけは証拠を見てたいみたいなことか、うん、言ってもだってあと1年あるわけじゃん高専まで行くまでは。誰か教えてあげよ、うん、来年だよって高専行くのは。いや分かんないじゃん、まあ、そんな見てる方は。なんでよその原作持ってってあげ見せてやれよ原作。めちゃくちゃだよそんな。甲子園行くの分かってんのこの視聴者だけだから。野球頑張ってる本人たちも知らないんだから。あーそっか。でもそこがまた出てきたしね、新たなストーリーとして。そうだね。でさちょっとさ次回のあらすじ読んでいいですか。おいどうぞ。ここで、第7話ね、2017年夏11年ぶりに予選1回戦を突破し念願の夏に1勝を手にした越山高校野球は、続いて迎えた2回戦も強豪伊賀商業相手に前線。お、出た。ここで1回戦うんだよ来年の決勝の相手ね、うん、しかし2例あの4番ね、うん、2例のミスからペースが乱れ惜しくも敗北を喫する。あもう負け確定ですね。勝てた試合を逃したショックから立ち直れず燃え尽き気味の部員たち、そして反省から熱を出して寝込んでしまう山積み、うん、そんな中一勝したら戻ってきてほしいという部員たちとの約束に応え南雲が監督に復帰することに。美香も東京から戻ってくるなど力強い援軍も得て意気込む南雲は落ち込む部員たちを奮い立たせて実戦経験を積ませるべく次々と他校との練習試合を組んでいく。しかしその頃予選敗退以来部活を休み続けていた二例の身にある問題が起こっていた。さらに犬塚おじいねと二話校長は南雲の監督復帰を快く思っておらずてんてんてん。なるほどってなってくるらしいよ。勝ったから一回勝ったから南雲はやっぱ戻るんだね。美香も奥さんも戻ってきて、でこっからね生徒たちと力を合わせて下克上物語が始まっていくってところで、ちょっと二例どうしたよ。ミスで負けてしまうと、うん、2回戦でね伊賀商業に、うん、でその後ずっと部活を休んでやんだ二例が。ある問題が起こってたわけでしょ。うん、何よこれ。いやだから町中のスーパーとかコンビニがグミが消えたっていう。いやいやなんで漁ってんだよ。なんで買い漁って食ってんだよ。いやでも俺これはね多分だけどニレの家庭環境問題だと思う。あーご飯がなんでずっとグミだけなのかとか。うん、先生家にさなんか低血糖気味になっちゃってて何も多分食ってないからでしょあれで来てなんか食べてたじゃん飯。うん、でその時にさなんで先生は根室ばっかりこう家に呼んで面倒見るんだみたいな、いや気持ちじゃないけどさ俺だってみたいな、ちょっと寂しそうな感じはあったな。うん、家に多分なんか問題あるんだよ。だからそっかそっか、親とかに問題があって悩んでんだと思う二例。なるほどね。野球に打ち込めるように家庭のこともちょっと解決していく感じなのか。そうじゃない、だからその南雲が会いに行ったらで家の状況が分かってとかさ、それでうち来いって言って、うん、山盛りのグミを食べさせて。いや栄養つけろよ。変わんねえだろ今までと。山積みのハリボーを食べさせて。ちょっと固めのグミね。やっぱ噛むとね満腹中枢上がるから。いやだろお前。二例がバッターボックスでくちゃくちゃ言いながらグミをこう。メジャーリーガーみたいにね、メジャーリーガーみたいに、うん、あれでもなんかそれを解決してくれるんだったらよいいわ、うん、であとはね一個気になったのは次回予告で川崎ムネリン出るね次回。そうなの？見逃した？見逃しました。川崎ムネリン登場しますよ。何役で？下克上球児の公式 X の宣伝にも出てて、その練習試合を南雲がどんどん組んでいくんだけど、その相手チームの監督役らしいです。ほう、だからまあ鳥谷に続いてのそういう元プロ野球選手が登場っていう。そのうち西岡剛とか出てくるのかな。出てこねえよ。出てこないの。あいつはイメージ悪いから出てこない。いいじゃない、出てきてもいいじゃない。いやでもなんかそういうの野球好きな我々からするとちょっと毎回じゃあ今度は誰とかさ気になるじゃん。そうだね。これゆくゆくだから松坂とかさ。松坂は出ないでしょさすがに。出てこない、甲子園のなんか始球式の人とかさ。うわー、だって松坂演技できなそうだよ。なんか超演技は下手そうじゃん。じゃあ演技うまいいますよ、元プロ野球選手。誰誰。イチロー。イチロー古畑任三郎出てるからね。出てますね、イチロー本人役でね。神回のやつね。イチロー、どうこれ。いや、イチロー出てきたらすごいけど。だって、それこそ出ないでしょ。だってさ、あの原作の白山高校、うん
甲子園行って1回戦の相手、愛工大名電、これ一郎の母校ですからね。そうか、そこの1回戦の相手の監督、うん、一郎でもよくない？じゃあ、いやそれは熱いわ。もしスケジュール合わないとか出れなかったら日郎でもいいです。いや、いらないいらない。急に今まではさ、もう元プロ野球選手だったのでそっくりさんとかやめてほしいのよ。桑田増美とか出られても困るし、リトル清原とか出てきても、ね、リトル清原いいじゃん。いっちゃうないよ。じゃあいいよ、清原は本物でいいよ。逆に出れねえだろ。白いスーツでサングラスで甲子園に来てもらって、やべえやべえ、なんかやばい頃の清原。一番出しちゃダメ、一番出しちゃダメ。大谷とか出たっていいじゃんね、今シーズンオフなんだから。いやでもね、手術してはさすがに出ないですよ。だから大谷って役じゃなくたっていいじゃん、そこはね。え、南雲の同級生とかでもいいじゃん。大谷でかすぎて画角合わないってみんな。なんで一人だけ首下なんだよ、そこカメラ合わせるでしょ。大谷の顔だけ画面に入ってないみたいな感じな。なんでだよ。で大谷が越山のね部員たちに憧れるのはやめましょうって言って甲子園の前、決勝の前とかさ、予選の なんでアドバイス、憧れてしまったら超えられなくなるからじゃない。そういうなんかね、 OB 出てきてもいいよね。面白いね。鳥谷、ムネリンってきて、もう一人二人ぐらい来そうな気もするんだよな。やっぱり清原出てほしいな。清原もなんか演技できなそうだよ。マジで。いやでもほらね、覚醒剤やってんのにやってないっていう演技はしてたから、ね、ただ嘘ついてただけだ。それは演技じゃないの。嘘ついてただけだから、そんな。でも誰も気づかなかったわけだから、それは信じてたわけだから、やってないっていうの。違う違う、それは演技が上手いってことじゃん、これは。別にその清原もあの時演技プランがあったわけじゃないしさ、薬買ったやつから演技指導があったわけでもないから。いやでも俺も本当に松坂とかあんじゃないかなと思ったけど、やっぱ甲子園のさ、あとハンカチ王子、うん、あー演技下手そう。なんで全部演技力求めんの。いやある程度演技力なんかいらないんだよ。急に冷めるじゃん。ずっと野球選手に演技力求めてらっしゃいますけど、さっきから。いや冷めるって。だってそんなこと言ったらもう演技派なんて清原しかいないんだからさ。実績の清原になるよ、そしたら。そう、実績じゃないよ。代表作じゃないよ別に。いやだって演技力を求めてくるから。いやある程度はだけど。あれで賞取りましたじゃないの。まあでもそういうとこもね期待しながらいきましょう。いや楽しみになった。だ次回はとりあえずムネリンが出るから、うん、はい、ちょっと楽しみですねこれね。そうですね。じゃ皆さんからの感想もコメント欄でお待ちしてますんで、よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。